はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、今日はですね、大問題が起きてしまいました。ねえ、アレンさん。これはやばいっす。やばいでしょ。そして弟。いや、これはやばいです。これはやばいよね。これはやばい。昨日うちに来てグースカグースカハイボール飲みながらグースカグースカ寝てた弟。これはやばいね。ハイボールは飲んでない。ハイボールは飲んでない。皆さん、大変な事件が起きました。僕、こんなテンションでやってますけど、これは割と本当に大変なことが起きました。まあタイトル見たらね、わかるかもしれないんですけど、はい、こちら2018年の2月に買ったこの150万、画面汚いけど150万円の iMac Pro 壊れちゃいました。発注じゃないよね、弟。そうっすね。あのですね、今日ね、僕外での仕事だったんですよ。で、たまに弟がこうね、家に来て編集手伝ってくれたりするの、たまにね。で、今日なんかマリオメーカーのゲーム撮ってあったから、弟がじゃあ編集手伝うよみたいな感じで編集してくれてたんだよね、弟。はい。そしたらですね、この iMac Pro がお雪になったらしいんですよ。ね、弟。昨日グースカグースカ寝てた弟ね。いや、別に僕は全くもって弟を責めたりとかはしません。うん。全くそういうことはない。ただ、なんで壊れたの？なんで壊れたの、これ。突然電源が落ちて、立ち上がらなくなりました。立ち上がらなくなった。なんか鳴ったの、音。そうそう、ピーピーってなって2回、多分2回ぐらい。ピーピーってなって、普通に編集作業してた、突然ピーピーなった、つかない。そういうこと、弟。そういうこと。そういうこと。昨日グスカグスカ寝てたけど、そういうこと。そういうこと。関係ない。ちょこちょこ攻めてくる、ね、っていうことなんですよ。もうね、わけがわからない。まあ一応ね、皆さんに どういうことかっていうのをお伝えすると、一応これで電源差します。まあね、別に電源なんてどこでもいいんですよ。あれ本来だったらこの PC 用でちゃんと電源あるんですから。で、ここ左のここにスイッチがあるんで、ここを押します。はい、ここね、ポチッと。今連続しちゃいましたけど、はい、画面めっちゃ汚いけど、わいしょ、ボイスピーポー。関係ないよ、つかないよっていう大事件なんです。これはですね、本当にね、このテンションでやってるけど、普通に一大事なんだよね。150万ですよ。ね、やば、パワーワードでしょ。150万、一瞬で。まだ1年。そうっすよね。うん、1年ちょいか。で、メインでね、一番メインで使ってる PC。 そう、一番メインで使ってる PC。 ちなみにここですね、上のこの、そう、そこ、もう部屋汚いけど、これが壊れちゃった。っていう感じなんですよ。で、まあ不幸中の幸いだったのが、あの案件、なんかお仕事の動画のは今ちょうど編集中のものとかデータ入ってなかったので、そこだけが不幸中の幸い。それ入ってたらもういろんな方にご迷惑をまたおかけしてしまうことになってたんで、不幸中の幸いがそれで、まあ残念なのがマイクラのデータで、何本か取り溜めてたやつが消えてしまった。で、あとね、グースカグースカ寝てた弟がね、編集してただ言いたいだけ。弟が編集してくれてたマリオメーカーのデータもなくなっちゃったっていう。まあまあ不幸中の幸いではありますね。はい、っていうね。まああともう一つ不幸中の幸いあるんですよ。それはですね、僕がアップルケアに入っていた。あれ、何それ。あんまりみんな興味なさそうだ。俺が別に PC 壊れようが壊れまいがそんなにあれか。いやいやいや、違っちゃいますわ。アップルケア入ってたんですよ。まあ大体さ、アップルの商品ってその iPhone もそうですけど、なんかこういうよくわかんないこの機械的なことで壊れたら1年間は保証してくれるんですよね、アップルケアって。
ただそっから先の保証っていうかケアはなかったりするんですよ。でも多分ね、僕もね、さすがに150万のやつ壊れて使えなくなったらマジで辛いなと思ってアップルケア入ってたから、まあこれ修理もしかしたら交換してくれるかもわかんないですから、ということでちょっと電話かけてみよう。アップルさんにお電話いただきましてありがとうございます。担当いたします。あ、もしもし、すいません。はい、それではありがとうございます。はい、あの使用している時に、はい、いきなりピーピーってなって、ピーポンがあるんですね。はい、で全くつかなくなってしまいまして、予定通り行けば明日の16時から18時にヤマトモニューがお越しいたしますので、はい、iMac Pro のみをお渡しいただくようにお願いします。わかりました。もしわからない場所、あのことやそのお手配状況の確認の際はですね、この番号と受付番号、修理番号を使ってお問い合わせいただくようにお願いします。はい、ではここまででご不明点やご質問とかはなかったでしょうか。大丈夫です。かしこまりました。ではこの度しっかりとですね、 MacBook Pro の方に関しまして、工場で確認をさせていただいて、しっかりとあの改善できるようにサポートしていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで明日このね iMac Pro が、修理に出されることが決定しました。早ければ来週の木曜日とか金曜日には修理されて、修理なのかな、もうまるっきり新品がまた届くのかな、どうなんでしょうね。なんか工場ついてから見積もりみたいに言ってましたし、うん、工場でちゃんと見んのかなっていうね、ね、わかんないですけど、まあ、どういった状態で戻ってくるのかわかんないですけど、一応戻ってくるようです。まあその間はですね、まあ、僕他のねゲーミング PC もあるし、同じ iMac Pro もう一台あるし、普通の iMac もあるし、あとノート PC もあるんで、そっちでどうにかね編集していきたいなと思いますんで、はい、壊れたらこうするんですね。はい、残念です。ただマイクラとかのデータが残念ですけど、はい、ということで悲しみの動画でした悲しみの動画、はい、まあしょうがないよ、機械だから誰も悪くないよ。うん、弟がねハイボール飲んでグスカグスカ夜寝てたからって、俺がゲーム撮ってる時にグスカグスカ寝てたからって、全然悪くないよ弟。ハイボールは飲んでません。そこ重要なところ、そこ重要です。冗談ですんでね、これ皆さん本気にしないでくださいね本気で弟責めてるように捉えられちゃうからたまにはい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。これ治ったらまたその動画ね皆さんにお伝えしていきたいと思います。以上マスオ TV でした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。